総国来永吉は中国内モンゴール自治クレッドパイク市出身で嵐オベアに所属した元大相撲力士。2019年に日本国籍を取得。日本名は中国名をそのまま使用したため、現在の本名は遠空トッ旧名はオ和ワズ不ン、愛称は遠空。身長 186cm、体重 148kg、血液型は 大型。好物は、羊の塩湯で。特異種は、右四つ、より、投げ。最高位は、東前頭二枚目。解雇処分の後、裁判での勝訴を経て、幕内力士としての地位を回復し、現役復帰を果たすという珍しい経歴を持つ。現在は年より、九代荒潮を襲名し、荒潮部屋師匠を務めている。 塩を巻きじきりに戻る総国来館7歳から、モンゴル相撲に親しみ16歳で、全国優勝、そして内モンゴル第3、スポーツ体育委員会所属レスリング学校に進み、8 4ラム級、中国全国ジュニアランキング8位という実績を、残した。2003年4月に放中した、嵐親方が、体格に恵まれた目当ての弟子候補との交渉が、 まとまらず帰国の期限が迫っていた際に自ら、荒潮が滞在していたホテルまで足を運び入門を直談判した。総国来の熱意に折れた荒潮が入門を許したことで、同年6月28日に来日して荒潮部屋に入門、同年、9月場所で初土俵を踏んだ。入門時点で部屋に一人しか弟子がいない状況の中の新弟子であった。総国来が、 裁判闘争を勝ち抜くまでの様子を記述した言語教育学者の谷岡慶は、どことなく老成した雰囲気が強すぎると当初の印象を自身の報告書に伝えていた。来日直後は日本食に馴染めず、さらに一食に丼飯一杯が限界という小食であったため、ご飯にヨーグルトをかけて食べていたこともあった。2003年11月場所では、 女の口優勝を果たし、2004年1月場所は、右上腕骨折のため全休するが、3月場所は、女二段で7戦全勝、同年、11月場所では幕下に昇進した。同年末に、1年間頑張って、ダメだったら戻ってきてもいいぞ、と倉庫くらいと約束したレスリング部の監督に、挨拶しようとうちモンゴルに戻った。 嵐夫と、女将はそのまま内モンゴルから戻ってこないのではと、心配したが、相撲を途中で投げ出したら、周囲から白い目で見られると自覚していた倉庫くらいは、部屋にきちんと戻った。その後は、幕下と三段目の往復が続いていた。2007年5月場所では三段目筆頭で7戦、全勝優勝を成し遂げ、翌、七月場所は、 一気に幕下11枚目まで昇進し、ここでも5勝2敗と勝ち越し、翌9月場所は幕下5枚目に昇進して4勝3敗と勝ち越した。しかし11月場所には自己最高位の東幕下2枚目で3勝4敗と負け越した。その後も幕下上位での一死日退が続いていたが、2008年に入り十二市長海洋のため体調を崩し、 番付を大幅に落とした。体調が回復した7月場所では6勝1敗の成績で優勝決定戦に進出した。9月場所では東幕下10枚目と再び関取が見える幕下上位15番目以内まで番付を戻して4勝3敗で勝ち越し11月場所では 西幕下4枚目まで番付を上げたが2勝5敗に終わり、西18枚目まで番付を落とした。しかし2009年7月場所では、幕下西4枚目で4勝3敗と勝ち越し、9月場所では、自己最高位である幕下西筆頭まで番付を上げ、ここでも4勝3敗と勝ち越したが十両からの、陥楽者が少なく、11月場所は、 東幕下筆頭に留め置かれた。幕下で5年ほどくすぶっていた頃は体重がなかなか増えなかった。減量を行う必要のあるレッスリングを経験した中でよく噛んで食べる習慣が染み付いていたため増量に必要な一気に飲み食いするという行為が苦手であったのである。東幕下筆頭で迎えた2009年。 11月場所では5勝2敗と勝ち越し、同年12月2日に開かれた番付編成会議で2010年1月場所での新重量昇進が決定した。中国人力士の関取昇進は、1974年7月場所の清野家、以来36年ぶり2人目、内モンゴル出身者では史上初である。また、 部屋創立8年目の嵐オベイヤにとっても初の関取誕生であった。新十両となった2010年1月場所から4場所連続で勝ち越し、9月場所で新入幕。西前頭13枚目で8勝7敗と勝ち越した。翌、11月場所は6勝9敗と負け越したが、翌年、1月場所は8勝7敗と勝ち越し、 幕内定着を果たしたかに思えた矢先、八尾町問題により解雇処分となる。この後、約2年半後に幕内力士として復帰するまでの間、所属していた嵐尾部屋で生活しつつ稽古を続けていたほか、日野自動車ラグビー部の練習に参加して、体力を鍛えたり、代々木公園で行われる、モンゴル部フクラブの稽古に参加して、勝負感を維持した。解雇期間中、 トレーニングのしすぎで足が腫れ、治るまで1ヶ月間トレーニングを中断せざるを得なくなったこともある。裁判を経て、西前島15枚目の幕内力士として復帰し、2013年7月場所に自身2年半ぶりの本場所を迎えた。関取州からは、ブランクは致命傷。 絶対大怪我するとまで危惧され、2年も大相撲の稽古場に立っていないため3段目の力しか残っていないという声もあった。師匠の荒潮からも勝って3番ぐらいだろうと予想されていたものの、解雇期間中もトレーニングを怠らなかった甲斐もあったのか、心配された故障の発生はなかった。しかしながら2年以上のブランクの影響は隠しきれず、復帰場所は6勝9敗。 続く9月場所は東重量筆頭の地位で4勝11敗、翌11月場所を西重量7枚目の地位で5勝10敗と3場所連続での負け越しに甘んじた。東重量11枚目まで地位を下げたことで、関取維持が危ぶまれていた2014年1月場所には14日目に3年ぶりの勝ち越しを果たすも、先週楽には、 その一番に重量優勝がかかっていた、千代丸に敗れて8勝7敗で場所を終える。翌、3月場所は東重量9枚目の地位で土俵に上がり、2日目から9連勝と中盤までは豊か魔と重量優勝を競っていた。最終的に豊か魔の方が13日目で優勝を確定させたが、壮国来はこの場所を11勝4敗の好成績で終え、 これが、地震発の2桁勝利となった。翌、5月場所には、再入幕を果たし、復帰時には 122kg まで落ちていた体重が 142kg まで増加しており、好調である様子が、場所直前に伝えられていた。この場所で、2011年1月場所以来となる、3年半ぶりとなる幕内での勝ち越しを果たした。翌、 7月場所も勝ち越せば2年半のブランクを乗り越えて、最高位を更新するところであったが、13日目から、休勤相撲を3番連続で落とし、7勝8敗の負け越しとなり、悲願は達成できなかった。続く9月場所も負け越し、11月場所では、西前頭14枚目となった。この場所で11日目に早々と勝ち越しを決めて9勝6敗とし、し 解雇以前の自己最高位更新を確実とした。2015年は、怪我による休場もあり、重量まで番付を落としたこともあるものの、番付は基本的には幕打ち会を維持している。前頭7枚目まで番付を上げたこともあり、解雇騒動によるブランクの影響は完全に払拭された。2016年1月場所は、 場所前の部屋忘年会で、倉庫くらいの1月場所は勝てて3番、せいぜい5番でしょうと荒潮から予想されたが、その予想に反して8勝7敗の勝ち越し。2016年3月場所には、自己最高位である前頭を4枚目に番付けを上げ、初の上位戦が組まれたが、インフルエンザで途中休場となってしまった。2016年9月場所は5勝10敗と、 自身初の幕打ちでの解禁にけた黒星。先週楽の取り組み後、支度部屋で、ボロボロ。体に力が入らない。心も痛いとコメントしていた。前頭14枚目に番付を下げて臨んだ。11月場所は、出だし校長で、平幕で唯一初日から5連勝を記録。それ以降はやや失速したが、急勝を挙げた。2017年1月場所も、先。 場所と同じく初日から5連勝。課題とされていた中盤以降の失速も見られず、11日目、終了時点で9勝2敗と、1敗の木瀬の佐藤、横綱の白鵬、平幕の高野井は、一の城と並んで2敗で追走していたが、12日目に、千代昌馬に敗れて、優勝争いから脱落。それでも13日目、14日目は、 今場所好調の上位力士である、三嶽海、高安に連勝。先週楽では、創国来と同じく3敗で、前日に、白鵬を相手に金星を挙げた高野屋を破り、実力を証明した。結果、この1月場所を12勝3敗で取り終えて、初の3勝となる、技能賞を受賞。自震初の幕内解禁に桁黒星と、 地震初の幕内解禁に受けた白星を3場所で、両方経験することになった。師匠の嵐をからは、俺だって、技能賞なんてもらったことないんだぞ。3賞の中でも、取りたくでも取れない賞だからなと羨まれた。初の上位層あたりの場所となった3月場所は4勝11敗と、上位の壁に阻まれたが、3日目の春間富士戦で、金星を挙げた。 金星を獲得した際、境界を離れていた頃を指しつつも思い出したくないが、コツコツやってきたことが繋がったと実感を込め、今が相撲人生で一番いいかも、楽しいねと声を弾ませた。これ以降の場所では腰の痛みに苦しみ、5月場所は西8枚目の地位で5勝10敗、7月場所は西13枚目の地位で6勝9敗とに、場所を続けての負け押しで、 約2年ぶりの重量落ちとなった。9月場所は東重量筆頭の地位で臨んだが、4勝11敗と大敗。日市重量7枚目で臨んだ11月場所は、腰の調子が戻ってきたことで、本来の相撲が取れるようになり、初日から6連勝。7日目の照強戦では物言いによる、取り直しの末に熱戦を繰り広げたが、送り出しで敗れて連勝がストップ。 しかし、そこから、再び連勝を伸ばし、13日目の取り組みを終えた、時点で12勝1敗とした。この時点で他に3敗以下の力士がいなかったため、重量優勝が決定した。残り2日も勝って、最終成績は14勝1敗だった。重量における14勝以上での優勝は、2014年、9月場所の土地の新以来となった。 この場所校長の要因として体が戻ってきた。マッサージや、針、腹筋とやったから場所前の稽古も良かったと重量観落の一因となった腰痛の回復を上げた。優勝よりも3場所ぶりとなる幕内に戻ることを気にしていた。早く戻りたいからねと帰り入幕を意識した様子。33歳の年齢のことを問われると39歳で 頑張っている人がいる。網西季関の相撲を見ていると私なんか、まだまだですよと話していた。2018年春巡業は、初日からの休場が発表された。2018年7月場所は東十両10枚目で、初日から休場。幕下陥落が濃厚で2013年7月場所の、復帰を守ってきた関取の座を失うこととなる。 2018年9月場所時点で低迷している。原因は5月場所で追った右足甲の骨折にある。幹部は同時点でも腫れており、しかも満足には踏めない状態。東幕下9枚目で迎えた9月場所は一番相撲からの3連勝もあって4勝3敗と自身5場所ぶりの勝ち越し。11月場所は7戦全勝で幕下優勝を果たした。 幕下15枚目以内の全勝ということで、場所後の番付編成会議で、2019年1月場所での重量復帰が決定した。2019年9月場所直前に、日本国籍を取得したと発表され、9月6日の官報に告示された。その2年前からヘア継承のために帰化は決意していたと、いい。 2020年3月末に定年を迎える師匠の後継者として見込みが立った。また、11月には八王朝問題による解雇期間はすべて幕内在位として記録されると発表された。2020年1月場所では東十両10枚目で4勝11敗と負け越して3月場所は東幕下筆頭の地位で迎えたが同場所を全休。 場所後の3月26日、相撲協会は、同日付での総国来の引退、年寄り、九大荒潮襲名、荒潮部屋継承承人と八大、荒潮の退職を発表した。中国出身歴史の年寄り襲名は初。また、外国出身の部屋持ち親方としては、史上5人目であり、年寄り襲名と同時に、部屋持ち親方となったのは、 史上初の事例である。なお、引退表明は、番付編成会議後のため、7月場所の番付まで力士として四個名が残ることになった。2021年1月1日、日本相撲協会は球大嵐を、若本春、幕下以下の力士8名、床山1名が、新型コロナウイルスに感染したことを発表した。前日に、若隆景が、 新型コロナウイルス感染症と診断されたため、シオ部屋所属の24名が濃厚接触者として PCR 検査を受けたという。2011年の大相撲八百長問題では、特別調査委員会により、倉庫くらいが八百長に関与したと認められたと3月31日に報道されたが、報道後まもなくシオ部屋公式サイトにて八百長に関与したことは、 一切ございません。本人親方ともに認定を証明するという内容を記している。4月1日の相撲協会の発表によると、総国来は本日の処分はなく調査続行とされたが、8日、9日に行われた特別調査委員会の会合で、総国来の八尾町関与が認定され、これを受けて4月11日、日本相撲協会の臨時理事会は、 当人を引退勧告処分とした。処分に際し、師匠の嵐夫は、こういう結果になって本当に申し訳ない。こんなことになるなら、内モンゴル自治区から連れてこなければよかったと涙した。総う国来は、処分に応じず引退届を提出しなかったため、さらに重い解雇処分となった。退職金は、満額支給すると相撲協会は表明したが、 倉庫くらいは受け取らなかった。4月22日、相撲協会に対し不当解雇に対する幕内力士としての地位保全を呼び、給与支払い狩り処分を東京地方裁判所に申請した。大相撲屋お町問題で相撲協会に対し法的手段に出たケースは初めてであった。5月6日に発表された5月議量審査場所用の新地位表には、 解雇された倉庫く国来と星風の仕込めは記されていない。6月9日、4月22日に起こした地位保全の仮処分申請に対し、相撲協会は幕内力士の月給に当たる約130万円を1年間支払う内容で東京地裁で和解した。今まで解雇力士による地位保全の仮処分申請はすべて却下されており、 和解に至ったケースは初めて。6月18日、日本相撲協会に利益キとしての地位確認を呼び、給与の支払いを求める本訴訟を東京地裁に起こした。弁護団は関与認定の根拠とされた協会の特別、調査委員会による春日金と江ナ氏の証言に基づいて作成された供述書に両名が署名拒否していたと発表した。 1> 第1回口頭弁論は7月14日に行われた。10月6日、第3回口頭弁論で総国来側代理人は、離れごま理事長が、師匠の嵐を親方に、解雇処分後も、嵐を部屋で生活する総国来を追放するよう、命じていたことを暴露。法廷で教会側代理人に、教会を指導するよう例の講義を行った。 総国来は6月に力士としての地位保全と給与の支払いでの仮処分で若いみであり仮処分で幕内力士として地位が認められている。さらに今回の訴訟での準備書面で協会側代理人が部屋運営は師匠に任せるとしており部屋の独立性を認めていながら今回の指導はおかしいと代理人は主張した。なお、 部屋を出るよう警告を受けたことに対し、倉庫く国来は、友人宅などを転々として対処していた。2012年3月1日、証人として、江奈市が登場し、5回ほど倉庫く国来の八百町に関与したと証言した。倉庫く国来は、一度も話したことがないと反論した。2013年3月25日、東京地裁は、 八王朝相撲だったと認める十分な証拠はない。教会内の秩序を乱すとの理由による、解雇処分も手続きが十分でないとして、解雇は無効と判断し、幕内力士としての地位を認めた。その一方で、過去の八王朝に関与したことが、伺えるとも、判決文には記されていた。一方、総国来と共に裁判を戦った星風は、 上国審まで争った末、2013年10月に敗訴が確定。各界復帰はならず、総合格闘技に転校することになった。東京地裁による解雇無効判決を受けて、日本相撲協会は、危機管理委員会の委員長を務める宗方、乗尾貝ブリジを中心に対応を協議。判決を覆す証拠は、乏しいと判断して、 高素断念の方針を固め、4月3日の臨時理事会で満場一致によりこれを承認した。この結果、総国来は約2年ぶりに現役力士として復帰することが決定した。相撲協会には離職者の復帰を認めない規定があるが、敗訴を受けて異例の決断に至った。北の海理事長は理事会後、国技館内で総国来、師匠の嵐浦と面談。 本人の意向も踏まえて、復帰時期を決めた。2013年4月9日に放送された、TBS テレビ、N スタ内の特番では、特別調査委員会が、春日金やエナ氏の証言だけを頼りにした調査を行い、総国来自身が、通帳や、携帯電話の提出を進んで行う意思を見せても、ほとんど履歴調査をされず、証拠もないまま、苦労と決めつけられた事実が、 明らかになった。そもそも、八王町に関与したとして、名前が挙がった、力士27人中押収された、携帯電話から、明らかになった八王町の証拠メールに、名前が確認された力士は半分未満の13人に、過ぎなかった。2013年10月3日、日本相撲協会危機管理委員会は、総国来問題に関する検証報告書を、報道陣に公開。 同日午後3時から国技館大広まで記者会見を行い、野保町問題に関する総国来らへの調査、処分がいかにずさんであったかを説明した。総国来は5月の夏場所前に開かれる横綱審議院芸古総研から相撲協会の行事に加わり、7月の名古屋場所で本場所に復帰。番付は開校時の地位と同じ。 西前頭15枚目となった。なお、倉庫国らい以前に一時日本、相撲協会構成員ではなくなりながら、復帰した力士としては、春秋園事件で離脱していた男女の川が有名である。また、玉の富士は一旦脱走により正式に廃業した、ものの、当時は大らかであったため再入門が許されたという。その玉の富士は関分けにまで昇進し、引退後は、 片尾の部屋を継承し、定年退職後も2019年4月25日まで再雇用される形で年寄りを務めた。基本的に右四つになってよるか投げで勝負を決める。2016年3月場所前の座談会では、振り分け親方が正気を逃さないところがありますよ。受けて土俵際に詰まることはあるけど、正気があると素早く動くというかと話しており、 高崎親方も勝負感はいいと思いますよと同様の評価を下している。こうした相撲が取れるのは稽古熱心さからであり、裏風親方も稽古場では見ていますけどね、本当に淡々としてますね。コンディションなんかを考えて、その日にやるべきことをやるという感じでと稽古態度の良さを高く評価している。復帰前は右四つ一本であったが、復帰後は、 少しずつ、左四つや諸差しも取り入れており、投げに頼らなくもなっている。それ以前までは、立ち合いできちんと手をつかない傾向にあったが、2016年、九月場所では、親方衆の指導などによって、幾分か立ち合いが改善されている。2016年の幕内の土俵で最も多く変化を行った力士であり、十回一手七勝三敗であった。釣り出しも得意であり、 2015年1月場所に釣り出しを決めて以降2016年11月場所に吉風が釣り出しを決めるまで土地の心と自身のどちらかしか釣り出しを決めていないという記録がある立ち合いの威力は弱い部類にあり2014年5月場所頃は荒尾が全然ダメ重量の立ち合いと辛辣に評価していた喧嘩四つであると与の島に対しては 右四つになってがぶって寄り切るのがパターン化している。ありがとうございます。